どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ザ・ラストフェイスの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、4つの家紋ですねをはめて、でその先で、ボス戦ですね、不気味な生物ニクサロスと戦ったとこですね。で今回は、上のエリアの続きを、やっていこうかなと思うんですけども、ここからですね、やっていこうと思うんですけども、ちょっとその前にコメントで教えてもらったんですけども、どうやら私は、この時点で、エンディングの一つが見れない状態にもうなってしまっているみたいですね。いや、これはしょ、いやでも仕方がないですよね。その行動範囲が広がったら、一からこう丁寧にこうまた調べていくようなプレイヤーは、丁寧にやったことによってそのエンディングの一つが見れなくなってしまうっていうことですね。でも同じ人結構だからいるんじゃないですかね。やっぱり行けるとこ広がったら調べたくなるんで、初見プレイだと多分僕と同じような人結構いるような気がしますね。なので、このまま進めても一つエンディングが見れないんですけど、とりあえずこのデータはこのまま進めて、クリアまでなんとか頑張って、で、時間があればですね、このゲームはその、これに触れた時にセーブされる。で、そのセーブした時に、口が回らない。データを分けるっていうこともできないんで、また一からやらないといけないですよね。なので時間に余裕があったら、その見れないエンディングを見るためにまた一からですね、やってみようかなとは思っているんですけども、とりあえず続きですね。こっからだ。いや、これはだから取り返しのつかない要素っていうことですよね。でもまあラストフェイス面白いから、また一からやり直すの全然苦じゃないんですけど、ん？なんだ？なんか今鳴き声。あ、オールドワン。フレッシュミート。ブッチャーみたいなこと言ってる。元通りになると思っているのか、自分が優れた存在になれると思っているのか。全ては終わり、我々は蘇ると言われているが、ボス戦ですか？でもあんまり普通の、危ねえ、こんな感じ。うわー、いって、
おう、これがタメひっかきみたいな。あぶね、あくそ、回復。これがなんかたたきつけと衝撃か。よし、取り返しのつかない要素のショックがでかすぎてね、口がもともと回らないのがさらに回らない。はいはい、これ3回連続か。これがためで、上に叫んだら叩きつけ。危ない、今危なかった。俺はもう一回やらなきゃいけないからね。これに手こずってる。ちょっ、はっ、危ねえ。うわ、いって、あ、それかちゃ、うわ強っ。後ろに下がればよかった。不純は浄化された。あ、肝臓か。ちょっと一回私に戻ろっか。これで3つ目かな、肝臓。で、コメントで教えてもらってるんですけど、4つ肝臓を渡すと、デミシェード鉱石が無限になるって聞いたんですよね。あ、ここはまだ変わらないんだ。新商品もなし。いやー、もう一回やり直すとして、今度どうしよう。じゃあ、かっこいい刀を使うんだったら、器用さですね。器用さ、これもいい、魅力的なんですよね。精神力、器用さ、精神力中心で作っていきますか。またやり直すとしたら。
まあ、そのエンディング全部見る見ないっていうのは個人のね判断だから、別に見なくていいよってい いう人にとっては関係ないんだろう。やっぱあるからには見たいですもんね。レーナ、あの時死んでなかったのか。ニクトルンは我らが正義のロード・ラダックに仕えるために生まれた。生まれたというか作られたのだ。汝は仕える定めなのだ。ニクトルン、まあ、レーナもエリックもニクトルン。で、まあ、ジュナス内閣のために本来は働かないといけない。でもエリックはそれにこう反抗してる感じなのか。基本的には同じかな。うん。あの一人になった時と同じですね。あの前戦った時。ああ早かった、回復。俺もそれ当てたいな、お前に。ちょっと何ですか。うわ痛い。よーし。一階のニクトルンにこの場にいる資格はない。やっとちょっと分かってきた。エリックはニクトルンっていうのがやっと分かってきた。ここに来て。ん？お？ジュナス内閣。あ、待って、出血ゲージ溜まってる。ここで戦うのか、お前と。
うわ、行って。ちょっとその。あった。待って、落ちちゃう。危ない。マジか。こんなとこで。ああ。司祭のノート、肉体と神は、この神聖な場所の上のみでつながることができ、壁は過去の混沌に囲まれている、しかし、天と地が出会う、セポルクリの、道しるべの場所は知っておかなければならない、その場所を発見した者は、心身ともに、上へと向かわなければならない。セポルクリの道しるべ。ああ、こいつか。回復しよう。場所が上に。大砲、連邦軍司令官の大砲、技術革新時代の遺物として、不名誉だとされるこの大砲、不名誉なんだ、破壊的な威力を持つ反面、砲弾が高価なため維持費が非常にかかる。ああ、現在では、エーテル教団の中でも特に力のあるものだけが所有権を持っており、目的は実験が手に負えなくなった際の緊急措置。実験が手に負えなくなった。なんか実験体が暴れ出した時の緊急装置ってことなのかな。あ、弾コスト 6? あ、でもダメージは高い。ダメージは高いね。直感振っ、あまり振ってない人が高いダメージを出すためのものかな。あ、弾コスト6だから使えないのか。今3しかないから。
下にあれ飛んでたよね。出血した。しかもお前いるのか。おお、いいね、ヒーリングホルスター、エーテル教団のノート、かつての壮麗な要塞は、今では死に際の人間には計り知れない天の力を操るものの、単なる避難場所となっている。すべては不要な視点から守られている。このような砦に入る方法はただ一つ、鏡のみである。しかしその所在は知られていない。鏡、言ったの鏡、エスクテーカよし、じゃあこいつにちょっと大砲。レベルは上げてないっていうのもあるかもしれないけど。いや、これは、これで弾6発使っ、ん？弾6発か。いや、これはダメだな。上げれば強くなるのか、どうなのか。帰ろっか。あいつか、神社にいたやつだ。なんだあいつ。あれは初めて見る。でも弱い。あれ？でも名前出てこないな。一回倒したっけ？あ、痛い。
真上にジャンプすればいいのか。まだ上あるね。一回下に。寝てくるんだったな。弾がない。タイムを使ったから弾がない。こいつ落としてくれ。あー落とさない。これあれか、こっち側からなら。ちょっと待ってね。ここがね、あ埋まる。あーはいはいはい、うん、ここが開いて、ちょっと一回帰ろっかな。あ、でも右の方にショートカットあったらそれだけ。怖いな。いってーこいつ。あ、びっくりした。倒さなきゃいけない敵だったのか。上に
ないよね、下。